眼科の平松です。今日はベオビュー怖いのどうなのということについてお話ししようと思います。黄斑変性治療のベオビー、ベオビュー、バビーズモ、アイリア、ルセンティス、ここら辺についてお話しします。いただいた質問、西野マジョさん。黄斑変性でアイリアが2ヶ月前後しか、持ちませんと。ベオビューに変えましたがリスクは高いとのことで心配です。先生は最近安全性が分かっているのでと言ってますが怖いです。アイリアでも副作用が出ました。平松先生の意見を聞かせていただければと思いますってことです。結論から言うと、まず、お薬がざっくり言って4種類あるんですよ。一番弱いのがルセンティス、次がアイリア。でもこの差はすごい微妙です。ほぼほぼ一緒です。で、そっからちょっと良くなってバビースモがあって、さらに良くなって、ベオビューっていう、このイメージです。で、このルセンティス、アイリアはほぼ一緒だと思ってください。上がるほどリスクはちょっと上がっていくって感じだから、聞けば聞くほどやっぱりリスクは上がっちゃうわけですよね。じゃあベオビューにすると、要は最強の方にするとすんごい間開けられるかっていうと、それほどでもないわけですよね。ほどほどに間開けられるので、だからどちらかっていうと効きが悪い人とか、アイリアがなんていうかな、アイリアでむくみが完全に取れてないとか、ドライにならないって我々の表現で言うんですけどもね、完璧に落ち着かない方の場合はベオビューとかやっていくのはいいと思うんです。ただアイリアで結構バッチリ落ち着いてると、ただ期間がね、長くできないという方の場合だったら、アイリアまたはバビースモ程度でとどめるのもありかなっていうのがざっとした印象です。ただご本人の目見てないので、これ一般論なんですよ。だからご本人の目によってはベオビューの方がいいのかもしれないし、ちょっとそれは主治医との相談になるっていうふうに思っていただければ幸いです。今日は黄斑変性の治療としてバビースモ、あとベオビュー、アイリアについてお話ししました。今日の動画が参考になったって場合は高評価ボタンを押してくださればと思います。よろしくお願いします。